また会ったな。未変セッションに加わっていたそうだな。機械の無力理解できたか。やはり真を倒せるのは召喚師しかいない。そうですね、もっと修行しないと。お前が望むなら修行に手を貸そう。召喚獣の実践訓練だ。どうだ、私と戦ってみるか。お願いします。そう来なくてはな。では始める前に、お前の召喚獣は癒しておいた。さ、始めようか。好きな召喚獣を呼ぶがいい。お前の力がどれほどのものか、じっくり確かめるとしよう。未熟だな。まだまだ甘いが、素質は十分だよ。私からの祝福だ。受け取ってくれ。
次に会う時までに鍛えておくことだな。これが原稿画よ。へえ。原稿画っていうの。夜になるとたくさんの原稿虫が集まるんだって。川中が光ってまるで星の海。へえ。あ、そうだ。夜までなど待たんぞ。シンを倒したらゆっくり見に来よう。急がないとシパーフが前になっちまうぞ。シパーフ？船のことか？ん？ええ。こいつがシパーフだ。わあ、乗りたい。これ乗りたいぞ。よし、準備ができたら乗るぞ。
久しぶりだな。あ、乗ったことあるんだ。うん、一回だけ。10年前、キマリと一緒にね。覚えてる？シュパーフが揺れて、ユーナが川に落ちた。シュパーフは長い鼻でユーナを助けた。ユーナは喜んで3回わざと川に飛び込んだ。あ、キマリは心配した。ごめん。ユーナは楽しそうだった。だからいい。10年前に。あ、昔話。ジェクトもここで初めてシパーフを見た。驚いたジェクトはいきなりシパーフに切りかかってな。なんで酔っていた。魔物だと思ったらしい。はあ、しょうがねえな。俺たちの有金を全部出して詫びを入れた。そしてジェクトはそれ以来酒をやめた。あの時のシュパーフは今も現役のようだな。キラは10年経っても何も変わっていない。もっとも、ここは変わることを拒否している世界。そう簡単には変わらんだろうがな。ヴィランは乱暴者だ。でも、だから…うん。Thank you.
ダメね。無理っぽいかもよ。そこをなんとかお願いしたい。ダメなものはダメなのね。どうしたんすか？あいつったら、この子をシパーフに乗せないっていうの。あー、でかいもんな。ったく腹立つわ、あいつ。どう考えても無理だと思うけど。それじゃあ何？この子を置いていけっていうの？いや、そんなつもりじゃ。やむをえん。シパーフは諦めるぞ。どこか徒歩で渡れる浅瀬を探す。了解です、隊長。それ、すごい遠回りじゃないですか。道がなければ、切り開けばいい。そんな無茶な。さすがルチル隊長。道がなければ、切り開けばいい。ちょっと印象に残ってる言葉なんだ。ルチル隊長、元気かな？つまらシパーフ、シパーフの生態についてはわからんことが多いんですわ。例えば、そう、食事ですな。シパーフは何も食べやせん。鼻で川の水を吸い込むだけであの巨体を維持しとる。
水中の小さな小さな生物を食べているという説もありますな。だいたいこんなところですわ。準備できたらシパフ使いに声かけてみな。シパフ乗るのが分かってねえな。でかい動物、それは男子永遠の憧れなのだな。